はい、アキゲームズです。エミリエとルミデュースのバンカの育成素材の入手方法を紹介したいと思います。まずエミリエですが、草のクリスタルと孤高のスズラン、歯車素材と魔像レガトゥスの素材となっています。テンプ育成素材は秩序のテンプ本と歯車素材、終ボス召使いの素材となっています。ルミデュースのバンカは苦杯の素材、魔像プラエトリアニの素材、トリックフラワーの素材となっています。草のクリスタルは無双の草やマッシュラプトル、終ボスのアペプから入手することができます。ボス素材は魔像レガトゥスとなっていますので、倒しても草のクリスタルはドロップしませんのでご注意ください。変換してもらうか、無双の草などを倒す必要があります。次に孤高のスズランですが、フォンテーヌで96個取れるのに加えてバージョン 4.8 限定でシムランカで17個取ることができます。概要欄に回収動画のリンクを貼っておきます。次に歯車素材ですが、冒険の証の討伐のところの普通の敵のところからクロックワークマシナリを選んで追跡してもらえれば効率よく集めることができます。レイアウトマップを見ながら回るのもいいと思います。次に魔像レガトゥスについてですが、フォンテーヌの世界任務ペトリコールを覆う影を進めないと戦うことができませんので、窓の方は概要欄から解説動画をご覧ください。秩序の添付本はフォンテーヌの蒼白の遺影秘境で水曜日、土曜日、日曜日に入手することができます。終ボス召使いはフォンテーヌのボロボロの廃墟秘境で戦うことができます。解放されていない場合は冒険の証の秘境正当領域のところからクイック挑戦で戦うことができます。次にルミデュースのバンカについてですが、魔像プラエトリアニとトリックフラワーについては討伐ルートの動画がありますので、よろしければ概要欄のリンクから動画をご覧ください。最後に苦杯の武器素材ですが、フォンテーヌにある神鳥の余韻秘境で水曜日、土曜日、日曜日に入手することができます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。